2番乗り場停車中の電車は大阪東線普通電車の旧法寺行きです。旧法寺行き間もなくの発車となります。発車後電車入れますのでご注意ください。どういう発車見えた2番乗り場から普通電車の旧法寺行き発車いたします。ドアが閉まります。ご乗車ありがとうございます。大阪東線普通電車の旧法寺行きです。終点の旧法寺まで各駅に停まってまいります。次は南水田、失礼いたします。次は JR 淡路です。
JR 淡路出口側になります。阪急線の方に。発車いたし。次は白北公園通り、白北公園通り。白北公園通りで袖口はあります。発車いたし。次は JR の駅。
JR 野江線の江田袖口は江田です。京阪線と地下鉄線を乗り発車いたします。次は市議の市議のです。お井の瀬足元にご注意ください。市議の市議のです。お井の瀬足元にご注意ください。お出口はありませんです。崖と線、京葉正面と地下鉄線はお乗り換えです。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。次は花店です。ご乗車ありがとうございました。まもなく花店です。お出口は左側です。車内にお忘れ物をご注意ください。崖と線は乗り換えです。この電車は大阪東線普通電車の旧法寺行きです。終点の旧法寺まで各駅に止まっています。
満点を出ますと、高井田中央、河内営は JR 春徳道の順に終点九宝寺まで各駅に停まります。そので1分少々お待ちください。13時43分発大阪東線普通九宝寺行き発車します。この電車は大阪東線普通九宝寺行きです。終点九宝寺まで各駅に停まります。次は高井田中央です。お出口は右側です。車掌は関です。終点九宝寺までご案内いたします。JR 河内岩です。お出口は右側です。
JR 河内英和、JR 河内英和です。お出口は右側です。近鉄奈良線はお乗り換えです。JR 長瀬です。お出口は右側です。まもなく JR 長瀬です。お出口は右側です。
左側です。出口は左側です。電車とホームの間が少々空いているところがあります。お降りの際、足元にお気をつけください。終点、九宝寺、終点、九宝寺です。
お出口は左側です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点九宝寺、終点九宝寺です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。大和路線はお乗り換えです。この先王子奈良方面は着きました同じホーム1番2番乗り場、平野天王寺方面はホーム変わりまして3番4番乗り場です。この電車は回送電車となります。皆様お降りください。Thank you.